あれ、どうしたん、ケイケ、そんな疲れて。いや、ライスさん聞いてくださいよ。俺、11分のところ、2分ですか。2分で着きました。ああ、わかるわかる。そうやってね。まあ、18歳の時はね。まあ、そうやって、言いたい年頃だよね。わかるわかる。いや、ライスさんにできます？俺、11分の、11分かかるところ、早すぎて2分で着きました。ああ、すごいな。KK はやっぱり11分のところ2分で行けちゃうんだから、足速いな。KK は。すごいすごい。ライジオです。ということでね、今日もやっていくんですけど、今日はね、まあ、サムネとかにもある通りね、まあ、昨日の、動画でね、ちょっと反響があって、まあ、コメントとかもね、結構あったんですけど、まあ、あれですね、その、100万円動画ですね、そう、まあ、示談金とかも含めね、そんくらいの金額になったんですけど、まあ、ね、そこら辺ね、ちょっとね、まあ、詳しく話していこうかなと思います。昨日生放送をね、最後にね、ちょろっと言ったんですけど、まあ、もうちょいね、詳しくね、話していこうかなと思いますね。はい。ってことでね、それで今日はね、まあトーク動画みたいな感じなんでね、まあ、マルチのリプレイとかも流しつつ、まあね、特興味ないよーって人はね、まあそっちとかもね、見てもらえればと思います。ってことでね、やっていくんですけど、まずそうですね、まあ経緯とか結構昨日細かく話したんで、まあその後ね、どうするのかっていう、結構やっぱり、まあ家族は、なんだろう、まあ意見が一つで、その警察は別に行かなくていいんじゃないっていう、まあ意見だった。まあ俺のその意見を尊重するって感じだったんですけど、まあお前が行きたいなら行けばいいし、まあ行かなくていいなら行かなくていいんじゃないみたいな感じで、だけど、まあ別にどっちでもいいかなって思ってるんだったら行かなくていいんじゃないって言われて、俺は最初は、その、あれだったんですよ、その、いやいやもう俺こんなんマジで腹立って許せんから警察行くわっつって、もうお待ち、あいつ潰してくるわみたいな感じで、ね、そんな感じだったんですけど、やっぱりそのなんか、そう、なんかね、やっぱ、訴え、そのなんか、警察とかに言うと、時間かかるじゃないですか、結構。まあ、もしかしたら裁判とかにもなるかもしれないし、そう、別にね、そこは気にするところじゃないのかなとかね、思ってたんですけど、やっぱりその、俺もその時期的に、CRL のね、メンバーが決まって練習とかもね、始まる頃だったんですよ。1月とかね、そこら辺だったんで、そう、もうね、メンバーをいろいろ誘ったりして、固める頃だったんでね。なんで、まあ、そんなことにね、時間取られてるよう、別に、なんだろう、そいつを裁くためだけに、なんかそこに時間取られる必要ないのかなと思って、まあ別に、そんなね、そもそも、俺はもう、この人がこの人かなっていう、目星はつけて、で、そいつだろうなっていうのが80%と、こいつじゃなかったらこいつだなっていうのが、まあ20%ぐらいあって、まあそのね、80%の方の人だったんで、結局。うん。だからまあ、もともとね、心の準備はできてたんで、もういきなり、お前なの？みたいな、そんな感じじゃなかったんですよ。もうもはや、あ、こいつだろうなと思ってて、はいって感じだったんで、まあそんなね、びっくりしてるっていうか、ショックとかもそんななかったんで、別に。うん。で、しかも、そんな、まあなんかこんなこと言うのもあるかもしんないんですけど、別にそんな、なんだろうな、示談金とかもっと取れたっていう話もあるんですよ。もっとこんなもんって思ったけど、もう、で、多分実際警察官に行ったらもっと取れたんですよ。そう。なんで、いや、10万は少ねえだろって思ったんですけど、まあ向こうが思ってるのもその程度だし、まあその程度にしか思ってない人間は、まあどうせね、この先、まあ俺が直接手を下さなくてもどうせ成功しないなって別に思うんで、まあそこはそうかなって思いますね。で、警察行けってね、すごい言われたんですよ。周りの人にも結構意見が割れるっていうか、なんなら警察行った方がいいっていう人がほとんどだったし、家族以外はね。そう。で、動画のコメントとかでも、やっぱりその、行った方がいいってめっちゃ言われるじゃないですか。そういうところはしっかりするべきみたいな。で、その人のためにも、俺のためにもね、そういうところはしっかりするべきって意見がめちゃくちゃあったんですけど、それでまあ一つ思うのが、別に俺は、そいつの人生はもう本当にどうでもいいんですよ。もう本当に別に、まあ8年間ぐらいね、長い付き合いだったけど、まあそういうことするやつはもう縁も切ったし、そう、向こうのね、言い分とかも別にもう、本当、いや、お前の意見どうでもいいから、早く金出してくんねっつって、もうそういう感じで終わったんで、もうこの後ね、多分仲良くやることは一生ないんですよ。そう、なんで、別に、
なんかそういうやつの、まあ、人生本当にどうでもいいんで、そうだから別になんか俺の損得だけで考えたんですよ。俺の損得だけで考えたら別にそんなお金もいらないんで、そう時間取られる方がきついなってなって、そうでしかもそういうことやったことないんでどんくらい時間取られるかね分かんなかったんですよ。まあもしかしたら早く済むかもしれないし1日とかで終わるかもしれないけど、そう2ヶ月とか3ヶ月とかかかったら嫌じゃないですか。なんかそうなんで、まあ、別にもう今でさえあの動画撮ったの12月末とかなんですよ。そうキョウキョウさんにと一緒に喋ったのがね12月末なんで、今でさえもう忘れてたぐらいのレベルなんですね。でそれでまあ、だ誕生日の前にちょっとなんかまあ大事な話だったし話しておこうかなと思って、そうね前日に誕生日の前日にあげたんですけどね。まあそんな感じで結構ね、まあそういう意見もあったんですけど、まあ、俺の損得だけで考えて別に警察行かなくていいなってなって行かないことにしましたね。はい。なんでまあ別にそいつがどうなろうがもうね知ったこっちゃないって感じですね。はい。まあそんな感じですね。まあ結構なんかまあ冷たいかなみたいな、まあ冷たくはねえな、冷たくはない、まあ当たり前だとは思うんですけど、そうなんですけどね、まあそんな感じですね。そうまあ行った方がいいんじゃないっていうのすごい言われたんですけど、まあ行かなくていいっすね。でまあその後ですね、まあ本当に友達とかにはまあ別に俺はもうその広めるっていうか、その何があったのってすごい聞かれるじゃないですか、やっぱり。なんで気になってる人には全部内容も話したんで、まあ別にね、仲いい人とかはその事情も知ってくれてるんで、まあそこら辺がね、あとまあこのあれですね、動画を見てくれてる人ですね、まあどこも知ってくれているんで、まあ別に俺の近い人間がねそういう感じで理解してくれれば別にいいかなって、ね、思いますね。はい。まあそうですね、そんな感じでまあこのね100万円のね件はもう生放送とかでも昨日結構やっぱ誕生日迎える放送をやってたんですけど、警察行くべきとかね結構そういう意見があったんで、まあ、今回はねもうこの件の話はもうここで終わりっていう感じでねやってもらえると嬉しいですね。まあいつまでも結構俺もそこに対してねコメントとかもあんましたくないし、まあ思い出しとかもないんでね、そんな、なんでねここら辺で、やめてもらえるとね嬉しいですね。まあこの動画のコメントでは別にしてくれて大丈夫です。はい。なんですけど次の動画からはね、まあそのことはもうね皆さんも忘れていただいてね、まあそんな感じで、ね、やってくれるとね嬉しいですね。はい。ということでね、まあまあ誕生日も迎えてね、まあ21歳になったということでね、まあ、こっからはね、そう、やっぱり俺3月31日生まれなんで、あれなんですよ。今まで学生の時とかって、その、16歳とか18歳とか20歳とかって結構いろいろ、なんだろう、16歳は遊べる時間のね、区切りとかあるじゃないですか。その何時まで遊んでいいみたいな。そういう、とか18歳だったら別になんかもう何時まででも遊んでよかったじゃないですか。で、20歳とかは、その、酒とかね、そういうのがね、解放されるみたいなね、その、年の区切りごとにあるんですけど、俺がね、なんすね、誕生日遅い人あるあるなんですけど、いやもうね、周りみんなさ、そのなんか、なんだろう、ウェーイって言って遊んでる中、いや俺まだ17歳なんだよな、とか、15歳なんだよな、とか、19歳なんだよな、ってなるじゃないですか。やば。今来んのやべえ。って感じで、まあやっぱりさ、その15歳とか、17歳とか、19歳とかだと、そのなんか、きついんですよね、そう。まあっていうのがあるんですけど、まあね、もう20歳になって、でからはなんかもう年取るだけだなーってね思ってね、やっぱね20歳か21歳とかねくっそ早かったですね。19歳か20歳はめっちゃ長かったんですよ。そううわなんかもうまだかなーってなってたんですけど、20歳か21歳くっそ早かったですね。マジでこんなみたいな、こんなって感じだったんですけど、まあそうですね。そうでやっぱそのね、なんか周りも結構大人になってくるじゃないですか。その大学生だった人とかも結構そのもう俺の年だと大学4年になるんですよ。そうだからみんなもう就活とかし始めて、まあねそんな感じになってくるんでね、まあいよいよだなっていう感じはしますね。はい。なんですけど、まあ今年のね抱負ですねは世界大会優勝したいですね。やっぱり去年はね世界大会すら行けなかったんで、今年3年目じゃないですか。そうでまあファーストシーズンはまあスペシャルシーズンっていう感じでね、そのやっていって、そのなんでスペシャルシーズンなのっていう感じだと思う人ねいると思うんですけど、もともとコロナ、あ、じゃあやべこれカットしよう。もともとねまあ某ウイルスのせいでやっぱり試合ができないっていう、他のねゲームの大会とかは1年延期とかもね普通にあるんですよ。その中クラロワはまあオンラインでもいいからね開催しようってなって、結構ね
すごいと思うんですよ。本当に助かるし、そう、まあ、中心になるよりはね、絶対やってくれた方がね、俺らからしたら助かるんで、もうね、ありがとうございますって感じなんですけど、そう、そんな感じで、まあなんでね、まあセカンドシーズンとかもまああるかはね、まだわからないんですけど、まああるとは思うんですけどね。そうだから、まあスペシャルシーズンっていう感じでね。で今回はそのいろいろあるのか、もう発表はねされてるんですけど、トリプルドラフトがね実装されます。はい、なんですけどね、クララリーグでねトリプルドラフトが実装されるということで、まあなんでかっていうと、まあ 2v2 だとそんなまあ多分実写の映像とかも映せるか分かんないんですよ今。そうで、やっぱりいろんな中国とか戦うとしたら、中国は中国でこの実写の映像を撮って、日本は日本で実写の映像を撮って、こうやってくっつけるのが多分結構難しいと思うんですよね。そうっていうのもあって、なかなかね多分同じところにいないとそういうことができないんで、多分ね実写とかもねあるかないか分かんないんですよ。まあ、そうなってくるとやっぱり 2v2 とかもね、そのあとはまあジャッジとかもねいるか分からないっていう、そのなんかもう本当になんか人と人が接触できないんで、そうなんかもう映像を録画して送るとかね、そういう感じでしかできないんですよね。そうだから、まあ、人と人とか接触できないこのね、世代ご時世なんでね、まあそこで 2v2 をやるのはまあいかがなものなのかというところで、まあ見る人もねいなかったりするので、そうなので、まあ多分一人でできるけど、まあ 1v1 を毎回やっても面白くないのでっていう感じで、そのまたね新しい要素を取り入れるっていう意味で、まあトリプルドラフトをね多分検証なのかな、まあそういう感じで、まあハマればいいなみたいな感じでね多分やってると思います。はい。でまあ 2v2 とかもね、最初の方はやっぱり批判があったんですよ。いやいらねえだろみたいな、 2v2 はいらないしとか、海外のプロとかもね、あの 2v2 はこのクララリーグで最もあの不必要なものですみたいなね、ツイートとかもしたりしてて、まあね 2v2 いらないんじゃないみたいなね、なった時期もあったんですけど、今になったらやっぱ 2v2 こそ最高みたいなさ、あるじゃないですか。そういうなんか海外の大会とかでも 2v2 が最もなんかバランスの取れたゲームですとか、そう PS が出るゲームですとかね、そういうね、まあ意見もあるんで、やっぱひっくり返るものなんでね、まあ最初は絶対批判があると思うんですけど、もう俺らがね多分全力でやってればね、まあ多少はねひっくり返るんじゃないかなと思いますね。ってことでね、まあセカンドシーズンとかに向けてね、今回はまあオンラインでやるっていう形なんで、まあそのなんだろう、離れとかもねなくなっちゃうと思うんですけど、そうやっぱり前にねその観客とかがいるとうーってね緊張するものなんで、まあまあそういうこともねあるんですけど、まあ今回ちゃんとね、ファーストシーズンでポノさん毎回優勝してるんでね、3連覇、していって、まあとりあえずねいい勢いをつけて、まあ世界大会ですね、セカンドシーズンの世界大会に向けてね、いい勢いをてまあ優勝していきたいと思いますね。とりあえずファーストシーズンはだし、俺らはマジでね強いんで、メンバーがそうだからマジでね普通にできると思ってますね。うん、まあ他のチームも強いんですけど、まあ俺ら結構強いんでね、やっぱいけるかなって思いますね。はい、よいしょ。でもう一つの目標ですね、今年中にねチャンネル登録者10万人いきたいですね。うん、でまああとね言うてその俺結構1ヶ月半前ぐらいから2月の半ばぐらいから結構 YouTube に対して結構いろいろね変えていて、まずこの実写ですね、実写にしたっていうのもあってとか、いろいろなんか動画の内容とかもそのなんかまあ解説とか多かったんですけど、まあ、気づいた人いるかないるか分かんないですけど、トークメインになってるんですよ実は。そうトークメインになっていて、そうだからちゃんとねこのなんだろう、動画のまあプレイスキルもそうなんですけど、人を好きになってもらって、その次に俺のなんだろう、そのうまいねあのプロとしてのそのプレイを見てもらおうっていうね、そういうスタンスでやってる。ちょっとね方向を変えたんですよ。うん、なんでまあね、あのトークがちょっと増えたなとかね、最近ね結構来季面白いとかね、そういう意見をねもらえることが増えてめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、なんでね、まあこの調子でね結構昨日は48時間でね、そう20万再生超えたりとかして、結構ね、まあ勢いがね、ついてきてね、まあありがたいなと思うんですけど、まあ後ろにね、そのついてくれて結構ね、研究してくれる人とかもね、いろいろついたので、まあそこら辺もね、頑張って、まあプロもあるんですけど、毎日ね、動画を出してね、やっていきたいと思います。で、まあ4月からはね、まあ今日からかな、3月31日からは、動画1本投稿にしていきたいと思います。まあプロっていうのもあるし、もうすぐ始まるんでね、本当に。そうもう発表もされてるんですけど、4月4日に開幕なんですよ、クララリーグが。うん、ほんで4月、俺らが試合あるのはね4月5日なんですけど、ファブとかはね4月4日にあるんですけどね。そう、まあ、俺らは4月5日からね、試合が始まる
ので、もうすぐじゃないですか。言ったらもういつから始まるのかなと思ってた人もいると思うんですけど、もう1週間もないんですよ。もう1週間後には試合終わってるんですよね。そうだから、まあそんな環境でね、やるので、そうですね、やっぱり、まあそんな環境でやる中でも登録者、まあ毎日ね動画を出して、登録者、10万人超えたいですね今年は。まあ今は5万7200人とかかな、なんですけど、はい、今年もね、頑張ってね、行きたいと思うんでね、また、見てもらえたら嬉しいですということでね、まあそうですね、まあ今年のまあ大きい目標2つですね。世界大会優勝とチャンネル登録者10万人ですね。これは大きい目標ですね本当に。まあどっちもね達成できるかはわからない目標ではあると思うんですけどね、まあ達成するためにね、全力で、やっていきたいと思います。はい。で、まあ、こっからは、マジしょうもないんですけど、今年ね、個人的目標として、ちょっとね、まあ、痩せたいというかね、まあ、今ちょっと、わがままボディにね、なってしまってるんでね、で、これなんですよ、腹筋ローラーとか買ったんですよ、そう。でも今ね、腹筋もバキバキの筋肉痛なんですけど、本当に、まあ普通にはできない。今、膝つきでこうやってやってるんですけどね。そう、腹筋ローラー初心者の人は、膝つかないとできないんですよ。そう、だから、このギリギリまで、こう寸止めして、ふっていうのをね、やってるんですけど、まあバキバキですね。まあただね、これもう続けたら、多分もう、8個にね、割れてますね。腹筋が、多分、そのうち割れてると思うんで、そうで、今、ジムとかも、某ウイルスのね、影響で行けないじゃないですか。やっぱ感染源になるって、ね、結構聞いたんで、怖くて行けないんですよ。そう。だし、だからね、まあ、有名人とかもね、結構亡くなったりしてるんで、なんかね、そういうのを見ると、うわ、ちょっと外出るのやめようってなるんですよ。だからもう出社以外でなんか外出ることが本当になくなって、そう、今年ね、まあ、忙しかったってのもあるんですけど、そう。マジでね、2回ぐらいしか遊び行ってないですね、本当に。いや、1回だな。もう、遊びに行ったって言っても、一昨日ぐらいにね、まあ、姉ちゃんと、が、実家にいてね、それで俺ん家に帰るってなったんですけど、たまたまね、翼から連絡来て、3人でね、ちょっと飲みに行ったぐらいね、ほんと、そんなもんなんで、マジでね、全然遊んだりね、してないんですけど、まあ、そういうこともね、ありますね、という感じで、まあ、みんなね、力を合わせて頑張っていきましょうとか言うね、めっちゃ薄っぺらい感想になっちゃうんですけど、本当に。まあそんな感じですね。ってことでね、まあジムとかも行けないんで、腹筋ローラーでひたすらローラーしていきます。はい。でまあね、そうですね。まあ小さい目標もうちょっとね、いい体にしたいっていうのがありますね。って感じで、今日はね、この辺でね、終わりたいと思いますね。そうですね。久々の、なんだっけ。トーク動画何年ぶりだろう、マジ1年ぶりぐらいじゃないかな。去年なんか俺の全部話しますみたいなね、そういう動画から1年か、ワンチャン2年ぐらい、ぶりかなって思うんですけど、まあ、キョウキョウさんのね、人と撮るトーク動画ね、結構あったんですけど、俺一人で撮るのはね、めちゃくちゃ久しぶりですね、本当に。まあ、あれも、言ったらあげたの昨日ですけど、撮ったのはね、12月末なんで、3ヶ月越しぐらいにね、あげたやつなんですけど、まあそんな感じですね。ってことで、まあいろいろあったんですけどね、今年もね、頑張っていこうかなとね、思うんでね、ぜひね、応援してもらえたらね、嬉しいです。はい。まあ結構長くなっちゃったんですけどね、こんな動画をね、まあ最後まで見てくれてありがとうございます。はい。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。また、次の動画ね、まあクラロアをね、普通にやっていくと思うんでね、まあ一緒に楽しくやっていきましょう。ってことでね、バイバイ。